皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はですね、 GFX ネタでございます。こちらのレンズをねご紹介したいと思います。はい、これ TT アルチザンっていうメーカーの 11mm の F2.8 っていうレンズです。富士フィルムの GFX っていうカメラはですね、とってもいいカメラなんですけど、私みたいに成形写真を撮ってる人にとってはですね、結構やっぱりレンズ選びが悩みの種なんですね。なのでこのチャンネルではですね、まあサブチャンネルも含めてですけども、この GFX でどんなレンズが使えるのかっていうのをこう探す旅みたいなね、そんな動画をよくアップしてるんですが、こちらの TT アルチザンの 11mm の F2.8 っていうのは、まあ、GFX 用のマウントで出ていて、で F2.8 なんですね。多分 GFX で使える唯一なのかな、他にもあるのかちょっと分かんないですけど、唯一のまあ魚眼レンズな気がします。はい、で描写もすごくいいんですよ。はい、これ実際つけてみると、はい、こんな感じですね。まあお世辞にもかっこよくはないです。はい、かっこよくはないんですが、このレンズですね、その GFX で使える F2.8 の広角魚眼レンズとしては、非常に貴重なレンズになってます。で、私これ愛用してて、GFX の成形写真の撮影では基本的にこれ、よく使っているんですね。で、お値段もね、4万ぐらいなんですよね。すごい安いんですよ。ただまあこのレンズですね、ちょっと特殊です。今日はですね、このレンズのその成形写真適性というか、どんな描写をするのかということと、それから使うにあたってですね、いろいろ気をつけなきゃいけないことがあるので、それをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではですね、実際に画像を見ていただこうかなと思います。で、ここに、表示されているのは、これオーストラリアで撮影した画像なんですけども、GFX100S にこの 11mm の F2.8 TT アルチザンをつけた、画像があります。でですね、このレンズね、魚眼レンズだから、あの GFX のラージフォーマット、目いっぱいで魚眼で使えるんだって思うじゃないですか。実際違います。あのね、フルサイズ、35mm フルサイズで使用することが、まあ、前提というか、35mm フルサイズ用のレンズをそのまま GFX に、まあ、変換しただけっぽいんだよね。で、写真見てみると、そのまんまラージフォーマットで使うと、こういう感じです。はい。蹴られるんですね。ここ。蹴られます。あ、最初に言っとくと、だからってがっかりしないでくださいね。後でやり方、対応策教えますから。で、フルサイズにするとこういう感じなんですね。35mm フルサイズで、こっちが、ラージフォーマットっていう感じね。 35mm フルサイズにするとアスペクト比がまあ普通の 35mm フォーマットと同じになるので、GFX っぽさってあんまり出ないんですよねっていうのももったいないんですけど、で、この 35mm フォーマットっていうのは、やっぱこのラージフォーマットで撮影した時のですね、実際このなんていうか蹴られてる部分をカットした感じですよね。こういう感じなんですよ。だから 35mm、フルサイズで使用することを考えられているっていうのはここなんですよね。それでは、実際の写りをチェックしていきましょうか。拡大しましょうか。はい、中心光です。まあなかなかシャープですよ。まあまあいいですよね。で、周辺も見てみましょう。周辺はね、ラージフォーマットの最終辺になるとこう色修差とか出てきますけど、35mm フォーマットモードの方で見てみると、まあ、まずまずって感じですかね。なんかでも以前はね、これでもまあ使えるんじゃないぐらいだったんだけど、なんか最近シグマのバリバリシャープなレンズとか、ああいうのに慣れちゃってるから、なんかね、驚きがないですよねまあそういうレンズと比べると、まあそんなに良くないかなっていう感じではあるんですけど、ただあの GFX ね、他に選択肢がないんですよね。うん、センサーがやっぱりすごくいいから、ラージフォーマットだし、めちゃめちゃ画質がいいので、このシャドウ部分のディテールとかすごいよく出るんですよ。うん、
だからそういうメリットがあるから使ってるけど、レンズ描写に関してはまあフルサイズとか使った方がいいかもしんないねみたいな感じですかね。うん、まあ、こうちょっと羽広げる感じですよね。まあでも、全然使えるレベルの、レンズだと思います。じゃあこの後ね、実際このケラレジャーどうするのっていうところをやっていきたいと思います。フォトショップでのその処理方法をねお伝えしたいと思います。これね、いろいろなやり方が、自分が思いつく限り3パターンぐらいあると思うんですよ。ただその中で一番そのベーシックだと思われるやり方をご紹介したいと思います。このフィルターから広角補正っていうところを選んでください。で、今もう補正かかってます。ここの右上のところが魚眼レンズってなってるんで、これが一番効果的な補正がかかるんですけど、でももうちょっと蹴られてるじゃないですか。まあ、これでトリミングしてもいいんですけど、自分のやり方としてはですね、これで一旦これちっちゃくするんですね。そうすると、あ、こういうのが出てきます。ギザギザになってますね。で、これが一番なんていうか四角くなるところを探すんですよ。で、こういうふうに調整をしていって、あ、こうなったらもうダメなんだよねどういう仕組みなのか分かんない。0.9 ぐらいがちょうどいいかな。これ、まあ、前回いじった値でしょうね、これね。で、こっちのレンズ焦点距離っていうのを今度操作していきますが、これも、行き過ぎてこうやってギザギザになりますんで、はい。で、このギザギザにならないギリギリのところ。まだいけるかな。うん。で、この拡大、まあこれが限界だなと思ったらこれで拡大していきます。で、これでギザギザがなくなるところまでいくんですけど、うん、こういう感じかな。はい、こういう感じかな。で、これで OK とします。これで、なんていうか、魚眼感が、魚眼感というか、その、遠州魚眼で蹴られている部分がなくなりましたよね。これ35mm フォーマットの写真のところに今重ねてるんですけど、まあ画素は全然残ってますよね。1億画素あるからね。これちょっと同じ大きさにしますね、とりあえずね。こういう感じでやります。で、写ってる範囲をちょっとチェックしてみましょうか。これが、35mm フォーマットの方で、こっちが、広角レンズ補正した方ですね。全然やっぱり残ってる領域が全然違うじゃないですか。だから蹴られてるところを最小限に抑えて画素も残してっていうような処理ができます。 35mm フォーマットで撮るのはもったいないので、こっちで処理した方がいいよって感じですね。それ以外にここからカメラローフィルターっていうのを開いて、ちょっとどこまで補正できるかわかんないですけど、レンズで、この周辺光量補正ですね。これをこういう風にやっていくと、まあそこそこ良くなるかなみたいな。ちょっと色かぶりも残ってる、ちょっとね。うん。まあでも、こういう感じでちょっと周辺光量をちょっとずつ残していってもらえれば、まだギリギリ使えるのかなという感じですね。で、成形写真の場合はこういう風にフォトショップを駆使してやるんですけども、タイムラプスの場合はダヴィンチリゾルブ使うとね、めっちゃ楽なんですよ。で、ここからそれをご紹介したいと思います。はい、それでは次はタイムラプス編でございます。ちょっと気分転換で背景の色変えてみました、それでは行ってみましょうか。はい、今ダヴィンチリゾルブの、画面を、表示しています。で、ダヴィンチリゾルブでタイムラプスムービーを、作る方法っていうのが一応ありますので、こういう動画あります。興味のある方はこっちも見てみてください。で、まあ、ちょっと細かい説明省いてそのままどんどんいきますね。はい。で、これ GFX の、動画をですね、タイムラプスムービーを取り込んだ、状態でございます。はい、こんな感じですね。蹴られてます。
GFX もともとスクエアな感じなんで、まずこの横のケラレをねなくさなきゃいけないですよね。なのでこのズームっていうところをこうグーッとやって、はい、これでケラレがなくなったんじゃないでしょうか。ただここのね、四隅はまだ残っています。でここで使用するのがこっちの右側にあるインスペクターのところの、あ、インスペクターがもし表示されてないこういう状態の人はですね、はい、こいつをクリックすると出てきますから、インスペクターこの中にあるレンズ補正っていうのがあります。でこれでこのパラメータを左右に振ってみましょう。そうするとほら歪み方が変わるでしょ。左に行くのと右に行くのでだいぶ歪みが変わるんですけど、右に行くのがいいみたいですね。でこのちょうど四隅のケラレがなくなる感じで、はい、このぐらいでいいんじゃないでしょうか。そうするとケラレがなくなった状態のタイムラプスにすることができます。これでこうバーを動かすと、おお、見事にこうケラレがなくなってますね。ちょっと GFX のデータなんで、あのちょっと重たいのかな、あの動きが悪いですけど、あ、もう大丈夫かな、あ、もう動くね、はい、こういう感じで、はい、タイムラプスにすることができました。結構このレンズ、あのこういうなんていうかダヴィンチリゾルブの歪み補正っていうのが結構この、TTR チタンの 11mm の F2.8 と相性がいいんですよ。だからタイムラプスでは結構よく使うんですよね。めちゃめちゃワイドで撮れるから、魚眼レンズとして活用ができるんですよね。はい、ということで今日の動画は以上になります。GFX 使いの方はですね、1個は持ってて損しないんじゃないかなと思います。まあ成形写真とか成形タイムラプスとかやるならね、1個は持ってて損はしないんじゃないかなと思います。こちらをぜひ活用してですね、皆さんも、撮影を楽しんでください。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。どうもどうもー。